んなどんな顔するかしら。先輩はそれを俺たちに見せようとして呼び出した。試験の採点のために学校に残っていたあなたは、それを先輩に見られたことを知った。そして秘密が漏れることを恐れて先輩を殺した。しかし先輩を殺した後、落ち着くに従ってあなたは自分の立場のまずさに気づいた。このまま死体が発見されれば、学校に残っていた自分が真っ先に疑われるということ。そしてあなたは思いついた。最近学校を騒がしている放課後の魔術師の呪いと見せかけること。さらに鏡のトリックにより、あなたには犯行が不可能だったというアリバイができ、犯人から除外される。